はい皆さん、こんにちは。ネットベースアナリスト、横田修林です、えー。今日ですね、えー、大ニュース入ってきましたね。えー、2018年6月20日、えー、インスタグラムのユーザー数が10億を突破したというニュースとともに、ですね、えー、ついに IGTV という、ですね TV という、ですね,ですね、えー、60分間、えー、1時間動画を投稿できるという、ですね、えー、1本あたりですね、えー、動画共有サービスを始めまして、 YouTube に対抗していいくととうことですで今回の動画のポイントはですね、えー、なんといってもですねあの、縦動画ということで、えー、YouTube が今弱いところなんですけど、逆に言えば日本では C チャンネルとか、今回のこれで大ピンチになるかもしれませんね、かなり客層がかぶりますからね。ということで、えー、これからはあのこの IGTV に動画をアップするとですね、同時にインスタの方にも上がるようですね。 ぜひ皆さんもやってみましょう。